本記事では銅、またパン生地やパスタ生地やクッキー生地等々等々と呼ばれているものについて解説する。流動性のある液体に近い生地については記事を参照。適度な粘弾性のパン生地をこねているところ水分がやや多すぎの状態。ベトベトで指に絡みついている。メディアを再生する銅のこね方の一例。動画、あらかじめ打ちこを打ち。 作業台にくっつくのを防止する。チャパティの生地を伸ばすところを薄くした銅をパスタマシンに通してパスタを作っているところパン作りやパスタ作りなどの分野で英語を用いて堂々日本語で生地と呼ばれるものは何らかの国分と少量の液体を混ぜることによってできた粘弾性がある状態のもの、つまり粘り気と弾力性を兼ね備えたもののことである。 パンやパスタの生地から作られた国粉と少量の水などの液体を混ぜることによって作られたものがある。生地は有名なところでは例えばシュナシパン、発酵パン、ピッツァ、パスタ類、麺類の中間材料であり、またパンケーキ、クラスト、ペーストリー、ダンプリングなどや、広くはパンベースの食品類を作る中間材料である。世界的に見るとパンは小麦だけでなく、 トウモロコシ、ベーなどの穀類や類似の作物から作られたものがある。中央インドの多くの地域では銅で団子を作りて早く炙って火を通したバーティが作られる。アフリカのサヘル地域の国々では、モロコシや雑穀から作られた銅で作った団子を茹でたアイシュやビアが食べられる。生地を薄く伸ばして焼いたロティ、ラバシュ、サンギャーク、ユフカ、マッツァー、ラファ、 トルティーヤなどのフラットブレッドは世界中の多くの地域で作られているパン世界各地で小麦などの穀類の粉を水とイーストを混ぜ発酵させた生地がパン作りに用いられている砂糖、塩もまたパン生地の一般的な材料であるものによっては鶏卵やバターやオリーブオイルを加える場合もあるそうした材料の割合を増やしていくと次第に クッキーなどお菓子に近いものとなってゆく。なお、パン生地を揚げて作る揚げパンも多くの文化圏にある。小麦粉を主体とした銅は工作や手芸で一種の粘土のように用いられることがある。プレイ銅もともと食品なので、口に入れ飲み込んでしまった場合でも通常の粘土よりも安全なので、欧米では家庭で親が幼児の遊びのために作り、使わせている。日本では 幼児向けの造形体験教室などでしばしば用いられている。食用色素を用いて色鮮やかに着彩したものは子供に喜ばれ、かつ安全性も保たれるので、それが用いられることもある。穀類の生地は物理的に言えば通常は非ニュートン流体である。銅を練る、召使いの像。日本語では訳語が定まらず分野を絡めつつパン生地、パスタ生地、 クッキー生地、うどん聖地。とうとうとう、再現がない。英語の、堂々が一語で済み、安定的である。ありがとうございます。